皆さんこんにちは、今からですねセッティングと題しまして45分間 のデモンストレーションを行いたいと思います。私はネイフティンカーの代表の清原と申します。よろしくお願いします。ですね、この、 セッティングのコーナーの目的なんですけれども、これは現在非常に流行しているさまざまなオーディオアクセサリーです。そういうものを使って、オーディオの音がどのように変わっていくかというのをご体験いただこうという時間帯です。まず最初にですね、今月発売になるエアボーの新製品の CD プレイヤー SA15S1 マスター25万円の CD プレイヤーと、PM15S1 マスター23万円のプリメインアンプで、スピーカーにはこのソナスパベルのエリプサっていう260枚の、かなり高価なスピーカーを使いまして、比較的中堅ぐらいのですね、この CD プレイヤーとプリメインアンプでこの高価なスピーカーを鳴らしていくんですけれども、ケーブルとかそういうものを変えていくとどのようにグレードが変わっていくかということをご体験いただこうと思います。まずつないでるケーブルなんですけど、スピーカーケーブルはベルデンのスタジオ497、オレンジ色とこの黒 のよじれた、結構マニアの間では定評のあるケーブルで、だいたい1メートルあたり700円から1000円ぐらいで販売されているようなものです。で、CD とプリメインアンプをつないでいるのもベルデンの、これはマイクケーブルを加工して自作したもので、だいたい市販品では1万円くらいのケーブルに相当するものではないかなと思います。で、アンプの電源ケーブルなんですけれども、これはメーカー の付属でついてくるものをそのまま使っています。CD プレイヤーの電源ケーブルはAirBow の18000の CPSC-LH2 というものをつないでいます。で、電源ケーブルの交換に関してはアンプのみの交換というふうにしています。